お客さん、これからどこ行きましょう？南だ。南へ行くぞ。何かあるの？北はコレルだ。戻る気はねえ。ほな、南に向かいますぜ。捕まっててやキー。おい、ケットス。当たり前みたいな顔して一緒にいるが、てめえは何なの？僕はシンラカンパニーの子会社、シンラリゾートのくすぶり社員です。おかげさまで偉い名をくすぶらせてもらってます。シンラの犬か。猫です。猫ですか。しかし、皆さんみたいな人初めてですわ。興味津々、好奇心大爆発。僕は人が好きなんやな。僕は人が好きなんやな。笑わせるな。たったせんと。せっかくのドライブ、仲良しましょう。バレット疲れたわ。いつかぶっ倒すんでしょ。そん時は私も一緒だからね。おう。てか、お前がぶっ倒れそうだな。苦しさも全部ぶつけてやる。あの女への憎しみ、私がかき集めてやるから。もう限界。おい、まさか、ちょっと、止めろ。あ、ちょい待ち、中で吐かんといて。大丈夫？ああ、無理。どうする？黒マントの人たちも見当たらないし、あてもなくバギーでうろつくのは。無理！こんな時は！皆さんの未来、占うでラッキーフードは、キノコ。キノコ？キノコ、キノコ…あ！バレットハン、確かコレルマコールの話してませんでした？ウェポンがどうとか。お前にしたからそんな話。実はこの辺りにも稼働停止したマコールが一つ残っとるんですわ。マコール、マテリア。はい、マコール目指すの大賛成。確かに気にはなるな。ここからもうちょいかかりますけど、どないします？行ってみよう。あ、クラウド、運転変わって。ほな、目指すは緑が生い茂る南の大陸、マコーロ見学ツアーと行きましょうか。の村の特産品がにゃんにゃかにゃーんとキノコなんやな。これが。なるほど。マコールにキノコか。大丈夫かそれ。攻め時ですな。大人が出たらねえ、私らも分身して対抗した方がよくない？ほら、バレットを増やして銃弾の雨あられ作戦とか。ああいう字になるのがオチだ。
じゃあティファは？どんな想像した？想像しなかった。ユフィ、黙ってくれ。ごめんごめん、黙るから好きなだけ想像して。クラウドさん、ライフスポットから得た情報を分析した結果、新たなクラフトチップを発見しました。砂漠化の煽りを受け、放棄された廃村に眠っているようです。このまま放置しておくと、さらに砂漠化が進み、村ごと砂に飲み込まれてしまうかもしれません。今のうちにチップの回収をお願いします。クラウドさん、砂漠にある小型マコーロにてエンシェントマターの反応を観測しました。位置データをお送りしましたので。了解。あらら、砂嵐の影響かな。位置データは届いた？ああ。求めているものは我のものである。手出し無用、早々に立ち去るがよい。エンシェントマターのこと言ってんの？エンシェントマター？そんな奇怪な名前ではないわ。よく聞け、あれこそは我が伝説の武具、ゲダ。ん？ああ、おぼれ力が足りぬ。問題ない。それよりさっきのは何だ？はい、詳しくは解析中ですが、先ほど出現した砂の巨人からエンシェントマターに似た反応を検出しました。関連は不明ながら、あの巨人もエンシェントマターを狙っているようです。面倒だな。またどこで現れるか分かりません。くれぐれも気をつけてください。エンシェントマターに接近しています。この先に小型魔法炉があるはずなのですが、もしかしてあれ？形状の変容を確認。神羅以外の何者かによって増築された形跡があります。何が待ち受けているか分かりません。慎重に調査をお願いします。モンスターの巣、あるいは砦といったところか。絶対開かないって感じだね。神羅のデータベースにヒット。覇王文書という古文書に記載された文様との類似を確認。解読を試みます。なるほど。クラウドさん、この扉を解放するには砂漠に点在するサボテン岩を見つけ出す必要があるようです。サボテン岩？砂漠地方で採取されるサボテンに似た鉱石です。クラウドさんがこの扉に触れたことで鍵となるサボテン岩が緑色に輝いているはずです。それと近くにサボテンの形をした像がありませんか？お、それです。その像を掲げると扉の鍵となるサボテン岩まで皆さんを導いてくれるようです。
何やら試されているようだな。よろしくお願いします。着いたか。お主が来るのを待っておったぞ。そう警戒せんでもよい。この小さな村にお主は目立ちすぎる。どこにおっても感じ取れるわい。わしは百目のナバラ。瞑想により手に入れた百の心眼。どれだけ隠れても無駄なこと。お主のことは全てお見通しよ。その複雑で力強いオーラ、相手にとって不足なし。さあ心して挑んでくるがよい。私の名前はリドラル・バモン、クイーンズ・ブラッドの生みの親だ。つまり全ては私の責任だ。まさかこんなことになるとは。もう時間がない。彼女が呼んでいる。行かなければ。私は囚われている。呪いのカードだ。終わりは近い。いや、これは始まりなのか。女王が もしやお主、リドラルの幻覚を目にしたのか。何か知っているのか。最近バウターたちの間で奇妙な白チュームを見たという噂が広がっておる。何でもクイーンズ・ブラッドを生み出したリドラルの亡霊が話しかけてくるとか。それだけでないぞ。少し前から名だたるバウターたちが次々と変死しておってな。リドラルの呪いだというものもおる。わしの心眼をもってしても見極められぬ邪悪な何かが動き始めておる。このまま最強のバウターを目指すなら、くれぐれも注意すること。モンスター、お待つ。お疲れ様です。戦闘データから新しいコンバットコースをまとめた。私も監修したんですよ。なかなか面白いものになったと思います。コレルの言い伝えによると、アレクサンダーは人々が進むべき道を間違えたときに、どこからともなく姿を現し裁きを下すそうです。その聖なる審判からは誰も逃れられません。コレルでは子供たちが悪いことをしたらアレクサンダーが来るぞと言って脅すそうですよ。まるでクリスタルとクラウドさんが語り合っているようでした。さすがです。あいつもまだ見つけられてないみたい。先
するか。面白かった。ねえ、サボテン岩って他にもないのかな。厄介な仕事になったな。魔鉱炉へ戻るぞ。サボテンダーは代々エンシェントマターを砂漠の秘宝として守ってきたらしい。正当な持ち主が現れるまで秘宝を守ることが自分たちの使命だと言っている。正当な持ち主、そういう神話が語り継がれているようだ。サボテンダーの神話？本当にそんなのあんの？俺たちの物語をバカにしないでくれるかい？おっと、慌てない慌てない。俺はキッド G、 ゴブリン一族の末裔だ。今は古の盟約に基づきサボテンダーたちを指揮している。しゃべる、はあ、伝えたい思いがあれば言葉ぐらい獲得するさ。モンスターがしゃべらないなんて人間の先入観だね。ふん、一理。サボテンダーの聖典、覇王文書の一節。砂漠の秘宝を求めし者に試練を与えん。あんたたちが秘宝の持ち主にふさわしいか、じっくり見せてもらおうか。なになになに？これは試練だ。制限時間内にサボテンダーを倒して力を証明してくれ。じゃあ、あんたが挑戦者ってことでいいかい？え？私？思っていたよりやるね。エンシェントマターを渡してもらおうか。ずいぶんと変わった名前で呼んでるんだね。もちろん約束は守るさ。ほら、それが砂漠の秘宝のかけらさ。かけら？どういうこと？秘宝はいくつかのパーツに分けてそれぞれ砦に隠してあるのさ。つまり試練はまだまだあるってこと。それじゃあ次の砦で待ってるよ。クラウドさん、興味深い事態になりましたね。秘宝を守るサボテンダー軍団、それを指揮する知的なゴブリン、現れた謎の巨人、サボテンダーの聖典、覇王文書。僕の体温上昇を検知。僕は今興奮しています。早速エンシェントマター、いや砂漠の秘宝の反応を観測しました。2号魔鉱炉へ向かってください。ねえ、小型魔鉱炉っていくつもあるの？はい、砂漠にはゴールド操作へ電力を供給するために建設された小型魔鉱炉が複数機存在しています。現在は土地が枯れて砂漠化が進行しないよう稼働機と休眠機を順番に回すことで延命を図っているようです。キラキラの代償が熱々のカサカサか。その魔鉱炉も今は秘宝を守る砦です。サボテンダーたちの建築技術は素晴らしいですね。素
砂にサボテンエキスを混ぜて固めたようですが、耐久性は死んだ性よりも優れているかもしれません。クラウドさん、ここだけの話なのですが、実は僕、アレクサンダーが好きなんです。だって、巨大ロボットですよ。最高です。アレクサンダーにどうしても会いたくて、わざと悪いことをしようかと迷ったんです。だから、次はどんな知識が手に入るのか、すごく楽しみです。これでコレルになるクリスタルは全て解析できました。お疲れ様です。アレクサンダーのいろんな知識が手に入って感無量です。ありがとうございました。あ、でもクラウドさんはまだ召喚マテリアをお持ちじゃなかったですね。まずはバトルシミュレーターで召喚獣に挑戦してみてください。当然の結果だ。アレクサンダーの攻略、お見事でした。あの厳しい審判を乗り越えるとは、さすがです。これからは聖なる要塞が皆さんを守ってくれます。安心して旅を続けてください。